おごめん大分の高っ親方です。今回はですね、まあ大分県と宮崎県の今、県境に来ております。えー、場所がですね、帯びら越えというところでございます。もうあの九州山地、祖母傾き山系のある意味も頂上部分に近いところを走っている道路沿いにいます。えー、大分県文豪の市と 宮崎県県高高千千穂穂町です、ね、結ぶ、えー、県道7号線、線今回ですね、えー、ちょっとドライブをしてて、久々にこのおびら小屋まで来たんです、まで来ました。えー、で、まあ、高千穂まで行こうと思ったんですが、ちょっとあまりにも思ったより、ちょっと遠いということで、今回はおびら小屋でですね、えー、今待機をしております。 まあ今回ですね、このおびら越えの、まあ、思い出をですね、簡単にご紹介いたしますので、どうかお付き合いよろしくお願いいたします。ということでですね、この、まあ、県道7号線、えー、小型町ですね、あの原尻の滝で有名なところと、えーまあ、高千穂峡とか、天の岩戸神社などで有名な、えー、宮崎県の高千穂を結ぶですね、えー、県道なんですが、 まあ一言で言うと、すんごい狭い、えー、細道を、山道を通ります。標高がもう1500、600メーターとか、そういう高いところを通ってですね、えー、すんごいつづら折りのぐねぐねしたカーブで,で、まあ、九州でいう離合なんですけども、要は車のすれ違いが結構難しい、えー、道路でございます。ただですね、この道路、あの本当に風光明媚なところを通りまして、 この九州山地の、ね、祖母傾きのです、ね、木々やです、ね、林を見ながらそしてです、ね、動物の鳴き声も聞こえますでいろいろパワースポット、ね、大分側には滝がありです、ね、宮崎側には神社があるとすごいあの運転がかなり難しいんですけれどもただすごい、えー、観光地を結んでいますしここはあの祖母傾き大倉ユネスコエコパークにもなってまして。 本当に自然豊か。いろんな命がですね、暮らしています。植物であり、日本カモシカなどの動物もいて、そして人間も暮らしているということでですね。えー、実はすんごく、えーまあ、観光としても、そしてこのいろいろ学術ですね、生物学などにしても重要な地点でございます。でですね、このまあ、ラびら越えっていうのは、私はまあ過去4回、5回ぐらいですね、したことがございます。 ただいずれもですね、あの、運転しながらでもこう、酔いそうなぐらい、結構ぐねぐねな山道でかつ、結構車が通るんですよ。で、特にあの、おび鉱山という鉱山がまあ、昔ありまして、いろいろ鈴とかですね、小野市、蛍石といった、えー、石が、を取ってた場所もあって、そのあたりになると、今、工事中でありまして、いろんなトラックも結構通ります。 けどいろんなところにやっぱこの九州産地にもまあいろんな命があると申し上げましたが、いろんなね暮らしもございます。あの尾形側にはそのゲストランプ、えー、ゲストハウスランプさんとかですね宿泊施設もございます。若者が頑張ってますし、で高千尾納に行くと本当に観光で有名なですねいろんな神社があって個人的に天の安原というあのね岩戸開きの舞台となったあの川とですねほら穴 あれがね好きなんですけども今日もそれ見に行きたかったんですけどはい感染大形の街中から40分ぐらいで行くと思ったら1時間はかかりましたねあの思ったよりトンネルにとくつくまでが遠くてですねえーまあ、びっくりしたところなんですけれどもえー、まあ過去4回ぐらいね行ったことあるということなんですがえー、1回目が、えー、初めてなのが、えー、1998年、えー、小学校は6年生の時。 の11月にですね、えー、家族旅行で行きました。高千穂がこの,その時初めてだったんです。ね。まあ時代的にはその前の晩に確かぐらいに、あのー、アメリカ横断ウルトラクイズの復刻版があったのを覚えてますね。その時期に、えー、高千穂に家族で行きました。ただい、ほんとグネグネ道で、ね、ちょっと私も正直朝から、あの、その日よりによって、なぜか、 サイコロステーキ食べてたんですよブルジュアだろワイルドだろただそれがね災いして結局途中で私ね,リバしましたねそれほどもよ酔って苦しかったんですねただあの高千穂にまあその時初めて行きましたけどその小学校6年生ながらあ高千穂ってやっぱいいなとまあ私あの神楽が好きで特に岩戸神楽というあの日本神話に基づいた カグラが大好きで、えー、しかもこう高町がかなりの舞台になってますから、ああ、ここが天の岩戸神社、ね、岩戸開きがあったところや、高地、田地かの男がおるなとかいうので、ね、結構興奮したな思いもありますし、あのー 高千穂峡のあの絶景ですね。朝のね、4回目の噴火で作った中浄節位というこうね、縦にこう、鉛筆を束ねたような岩に、そして滝があって、マナイの滝とあって、その下でボートで観光客がこうね、ボートこいで楽しんでいる。あの高千穂、ね、私もあのー、高千穂ほんと大好きですし、あの、先日、朝の大観望で、九州来たらここは絶対見とけよっていうところ と申しましたが、この高千穂もぜひ、あの、九州来たらですね、訪れてほしい。まあ、ほんとパワースポット。こう、なんか、神々しさを感じる場所でございます。まあ、それが1回目でした。で、2回目がですね、1999年、もう多分2000年になってましたね。の、3月ぐらいですかね。中学校1年生で確か終わりだったと、えー、記憶しています。あのー、実は中学校の理科の先生と、 ま、あ一緒に同級生と5、6人ぐらいでですね、この、あの、高千代はこのおびら越え周辺で、実はあの、水晶ですね、あの、クリスタルですよ。本当のあの、鉱石の透明な白っぽい、あの、柱のような、鉱石を取りに来ました。というのは、このですね、祖母傾き山ですね、この、ま、あ先ほど申しました、おびら鉱山という、えー、鉱山がありまして、ま、あこの、 ですねまあ、ジオパークこ一応大分文豪のジオパークですので,で私も一応ジオガイドの資格を持ってますので簡単に説明するとあのこの帯、えー、っと祖母傾き山系というのは結構古い火山です古い時代にまあこう地面から花こ岩という白いです、ねえー、岩がまあ出てきてできた噴火でも古い噴火でできた、えー、山でございましてでただまあ古いということでいろいろ長い間 えー、雨風にさらされて削れている部分もございますし、途中でこう、陥落というかこう、ずれていることもあります。し、下からこう、マグマが貫入っていって、こう、ベロ、ベロが出るみたいに感じてで,ですね、えー、マグマも出てきます。で、その際にこう、ひびとか隙間がこうね、出,き出てきた部分の縁のとこから、隙間がビリビリって入ってて、そこに新しいマグマがね、熱、熱いものがね、えー、出てきて、ね、元の岩と触れ合います。そのね、 いわゆるこう熱接触作用って言うんですけど、熱でですね、こう、岩の部分が変化してできたものが、例えば水晶であるとかですね、ホタル石、こう、ちょっとね、火でこうですね、炙ると言いますか、いるって言うんですかね、えー、かざすと実はちょっと光るんですね、ピンク色に光ったり。 あと、小野石という、まあ、大分県を代表する、えー、鉱石ですね。こういうものがですね、あの、この尾平周辺、高千穂側でも、ね、大型側でもですね、取れるわけです。それをちょっと、あの、せっかくだから、ね、一緒に取り行こうということで、まあ、このね、あの、また、ぐねぐねする山道を通って、えー、実際はちょっと場所も正直覚えてないんですけれども、えー、まあ、宮崎県側で、まあ、取らせていただきました。えー、 ま正直かなり水晶がもう脈のようになってですね、こう岩肌にビャーっとこう水晶がもう並んでて、で川底にもこう行ったんですけど、転がっている石になんと水晶がついていたりと、こう夢の宝物の世界、いや、こんなあの日本昔話みたいな世界があるんだなというのを、あの、中学生ながらに感動いたしました。ただですね、結構水晶も硬くて、で、大きい水晶を持って帰ろうとするも、 やっぱり重いんですよ。ね、鉱物。ということで残念ながら結構断念をしたんですけれども、まあいくつか水晶を家に持って帰ってですね、もちろん許可はいたいですね。そして、家にも現在飾っている状況でございます。あの、まあ結構ですね、この地域、まあ水晶もそうですね、小野石、蛍石など、この石が好きな人にとってはですね、たまらない、実はすんごい良い穴場でございます。 え、今はですね、余談ですけど、後ろトラック、トンネルをですね、木材のせた大きい牽引車が通っていきました。ね、それほどいかにこう、まあ、林業もですね、そうですし、工事も行われてまして、結構、やっぱりこう、通りが多い場所だなと今、話しながらですね、感じております。で、3回目がですね、確か、えっ、ー、とですね、2010年の5 4月5月、ちょうど大型連休の時でしたね。私が社会人になって、まあ、大分に戻って、 てきてそして車を手に入れて23週間の時にですねまあこの尾びら越ええー、実際にはこうえっ、ー、とですねもう一個最近の最初行く時はですね梅町というところからあのトトロの森とかですねあるところから通ってというか杉ヶ越トンネルというトンネルであの祖母かた傾き大倉山系のですねまあ一つまた尾びら越えみたいなところですんごい峠があって。 もうあそこがまたま山道でぐねぐねで、しかもトンネルがパンといきなりでできて、食パンの形のような、なんか噂によれば、よれこう、スポットとしても <laughs> 知られているような、えー、杉川越,越えとトンネルを通って、あの日の影町というとこ入ったんですね。で、日の影町で温泉に入って、そのまま高地方で、県道で高地方に行って、その最後、高地方からの帰りに、帰りにですね、尾形通る際に、自分の運転で、ええー、この、おびら越えをしました。 まあ要は今思うと初心者で平越えとか杉ヶ越えを頑張ったなと思いますけれども実際あの高千穂川通っている時に一台、まあ、マイクロバスとすれ違って私はなんか田んぼのなんか脇道かなんかこうヘアピンカーブ曲がりながら逃げた記憶もありますねまあそれだけですねあとは、まあ、狭い道でしたけどそんなに離合は難しくなかったですまたあの ですね、名前忘れたんですけど、えー、高千穂川まあその時ですね高千穂川通った時に大きいちが滝があるんですよ。上中寺の滝だったからちょっと名前忘れたら申し訳ないんですが、まあ、立派な滝があってやっぱりこのねそも傾き山系あの自然豊かだなと結構見どころもこの道路沿いにあるなというふうは感じましたでその時ですねで小平越えトンネル通った後尾形のですねずっと小平鉱山とかを山を下って。 運転するんですけども、その時初めてというか、まあ運転自体が初めてだったんですけれども、酔い、あの、運転しながら酔いましたね。気分がなくなって、まだ終わらんかな、まだ終わらんかなということで、えー、運転した記憶がございます。で、4回目がですね、え結、ー、構、まあけど、どんくらいですか、もう今から5、6年前、2015年とか14年ぐらいですかね、えー、 にも一度、帯平越えまで、このトンネルのところまで来ましたね。えー、確かその時夏だったかなこう、川上渓谷っていう、あの、帯平鉱山近くにいこう、さ塞といい渓谷があるんですけれども、その時にですね、えー、新緑だった気がしますね。でし、夏ぐらいでこう、ドライブして、まあ、ちょっと高町まで行かなかったんですけれども、まあ、大分の県境まで来ました。で、その時に印象的だったのが、 えー、トンネルの近くに、こう、火碑がですね、歌が書かれている石碑があるんですが、えー、その石碑にですね、鹿の頭の骨がありました。頭蓋骨、頭蓋骨ですね。角がついてて、ちょっと毛も残っている。ちょっとびっくりしましたけども、まあ、この辺りは漁がね、まあ、鹿とかもいて、漁もね、行われてますので、まあ、なんかお供え物ということでしょうか。えー、2021年現在ではもう今なかったですね。 それでまあ、尾びら小屋も、だから今回で5回目ですね、ここまで到達するのは、あそれ以外のですね、あのー、もうちょっと手前にあります、尾びら鉱山とか、川上渓谷とかですね、もっと、あのー、下っていくと、ですね、ふもとの方には、大座湖といった、あのー、 紅葉の時期ほんとおすすめでこう川に岩あの中浄節水という鉛筆を束ねた岩がすんごい高い岩があってかっこいいんですけれどもそこのまではよくあのジオパークのですね活動で行くんですけれどもこう久々に扉越えのこの本当県境もうちょっとで宮崎県というところまで来るのは本当久々ですねもう標高が高いとあって麓では結構もう暑いぐらいあったんですけども この、まあ、天気が今、割といい方なんですけれども、ちょっと曇ってきたかなという感じで、んですけれども、とにかく今、標高が高くて、ちょっと寒くなりましたね。えー、長袖で来てますけれども、えー、ちょっと肌寒いなという感じです。あの、皆様もですね、あの、山は本当に、先日の大干渉ミルクロードでもお話しいたしましたが、標高が高いところは、天気も変わりやすいですし、気温も下がりますので、 え、何とぞですね、えー、防寒対策、お気をつけください。と合わせてこういう冬になるとですね、もちろんここ道路が凍結します。まあ、ちょっと不確かな情報で申し訳ないんですが、大体冬の時はここ通行止めになる気がしますね。もしくは制限があるチェーン規制とかありますけども、基本的にこう離合が難しくてですね、車が結構通るの難しいんですね。だからもう多分通行止めになる気がしますけれども、あの、交通安全、 にもですね、何とぞお気をつけください。ということでですね、このま、あ尾びら越え、あとはこの登山ですね、その傾き山系、えー、登山客で賑ぎわいますけれども、この尾びら越えから登る、まあ、大分側のですね、登山ルートにつきましては、残念ながら今、道が崩落しておりますので、登山はできません。あの、宮崎側からですね、もう少し、ふもと側から確か登れるはずですので、ご注意ください。あの、遭難の話結構、 あの、祖母、傾き三景、多いです。結構最近もあった気がします。あのー、西日本の山っていうのは、標高もですね、低くて、まあ東日本とか中日本のあの、日本アルプスとか比べて低くて、こう、結構甘く見られがちなんですが、あの、やっぱりこの、まず日没というか、もう日が沈むのが思ったより早いんで、あのー、時間はですね、やっぱ意識された方がいいということですね。あのー、で、しっかり登山届を出して、 して今の QR コードでもですね、えー、こう届け出ができるようですのであの何となく登壇あを気をつけてあの結構あの油断をしちゃだめだよという、まあ、注意喚起をですね一応地元のガイドとしてせん、えー、越ながら、えー、お伝えをいたしますそしてですねいろんなところにこう自然あの登壇しながらですね、まああの エコパークの特徴、まあ、標高があるから標高がね高さがあって、まあ、垂直分布といってですねこう標高によっていろんな、えー、樹木であるとか植物ですね地面に咲いてる花とか住んでる動物も変わってくるのがまた面白いユネスコエコパークでございますので、まあ、いろんな自然とかところどころに滝もあるようですので、あのーまあ、私実は登ったことないんですけれども、えー、非常に登山客には人気の山でございますので。 あのぜひ、まあ、注意をした上でこの祖母傾きのですね自然や文化を感じていただければ幸いですということでえー、とだらだらとまた話が長くなりましたが、えー、今回ですねこの宮崎と大分の県境ら越えの思い出や、まあ、祖母傾き三景について簡単にご紹介いたしましたあのぜひですねまたコロナ対策と事故対策をしながら、えー、こちら尾びらまでお越しくださいませ 最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければいいねボタンよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もお待ちしておりますので、ぜひ今後ともお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではまた